ス、枝元からここが開いてシュートできた、あっと決まった、決まりました。琉球2点目、富所ですかね、前節は2点を取った富所、2点目のゴールが決まりました。柴本、高江、久美田、さあチャンス、ゴールキーパーとの1対1、しっかり決めた、ガンバ大阪 U23 後半勝ち越し、完璧にパスで崩した得点シーン。ここまではその YCC 横浜のボールポジションの攻撃を抑えています。中に入っていくシュートレンジ狙ってきた、追加点、今度は浮かせてフェオがターゲット、ヘディングだ、まだボックス内、シュート打つ、決めた、同点ゴール、終了間際に劇的な同点ゴールを決めました。2試合連続ゴールの池本、ここは樋口から1本で竹颯シュート、刺さりました。後半の14分、これで福島リードです。